おはようございまーす。霊夢、今日も元気に重役出勤いたしました。って、マリサ、どったの？もう、いつもみたいに突っ込んでくれないと困るよ。マリサ？だ、大変だー。どうしたの？マリサが一番大変に見えるけど。いや、私ではない。実は、サナエがな。付き合っていた男に、散々な目に遭わされたらしいんだ。え？突然飲み会の席に連れてきたと思いきや。それにしてもあなたたち、彼氏の一人もいなくて寂しそうね。まあ、あなたたちのようなまんじゅうには、素敵な彼氏なんかできるわけないわね。と、のたまっていたサナエ様が？そういえば、そんなこと言っていたな。まあ、確かあの席ではその彼氏も。サナエさんは素敵な人です。他の女性はアウトオブ眼中です。とか言っていた割には、サナエに散々貢がせておきながら、他にこさえた女とドロンしたらしい。うわぁ、ゲスすぎるわぁ。さすがにこれにはサナエも気落ちしているらしいぞ。まあ、少しは同情しないところではないけれども。発給の我々だもの、何ともしてあげられないね。それにしても、そんな、漫画のような話、本当にあるんだねー。そうよ、実はよくある話なのよ。監督？裏若き乙女が騙される話。それは古よりありしこと。詳しくは、今回の台本を読んでもらいたいわ。ところで、そのサナエって子。うちの労働力にならないかしら？いやいや。最悪、実家に帰ると話していたから、大丈夫だと思うんだぜ。そう？残念ね、人手が欲しかったんだけど。ふう。これ以上、我々のような被害者を増やすわけにはいかないんだぜ。そうだね。それに、これ以上、スズメのお宿のメンバーが増えたら、ますますお給料が下がりそうだもんね。よし、それでは準備するか。皆様、今回もスズメのお宿の動画を楽しんでね。じゃあ、今回も監督から渡された台本、語ってみたいと思います。やはり、流れとしてはサナエみたいな話なのかな？まあ、そうだろうな。何？話の舞台は福島市。同市にある、大座荘という地区での出来事になる。昔、同地には、大変美しく、心優しい乙女が住んでおりました。私みたいな乙女だな。はいはい、わかりました。その美しさに、乙女が年頃になると、様々な男が引き寄せられていきましたが、やがて乙女は、一人の若者と恋に落ちたのです。私みたいな心優しく美しい乙女を彼女にできるとは、なんとも過方ものの若者だな。はいはい、わかりました。こら、二度もスルーするな。はい。次だよ次。若者は乙女に、将来的には所帯を持とう。と約束し、乙女はそれを信じておりました。ところで、若者は、俺たちが所帯を持つには元手が必要だ。だが、どうも俺の商売が軌道に乗らず、手元も不如意だ。二人の将来のための資金がどうにも足りない。と、常々乙女に、自らの窮乏の話をしていた。すると、心優しい乙女は、自らの生活があるにもかかわらず、お金や若者の欲しいものを工面し与えておりました。なんと心優しい乙女なのだろう。将来夫婦になると誓った間だ、多少の苦労を厭わない、ということなのだろうが。ところが、だ。実はこの若者、性格薄情で、かつ大変な浮気者の男だった。なんともゲスの極みな男だね。やがて若者は別の女にぞっこんとなり、乙女を顧みようともしなかった。そもそも、
旧房の話などはデタラメなもので、乙女が工面した金や物を別の女のため使っていたのだ。いかに心優しい乙女であっても人間の子です。若者の心変わりを知った乙女の心は激しく憎悪し、若者を、そしてその女に対して復讐を企てるに至りました。ところが、その乙女の企みは、事前に若者に知れるところとなった。復讐されてはたまらない、ここは心を入れ替えて、乙女に詫びを入れる。なんてこともなく、なんとこの若者、新しい女の手を取り、あろうことか駆け落ちして姿を消したのだ。どこまでも卑劣な若者の仕打ちに、乙女の心はかき乱され、若者と新しい女、二人への憎悪の念でいっぱいになりました。やがて、思い詰めた乙女は、近くにある池へと向かい、池に身を投じ、その短い命を散らしてしまったのです。本当にかわいそうな話なんだぜ。ところで、この時、乙女は弱い16であったと伝わります。そのため、乙女が身を投じ命を散らしたこの沼を、いつしか16沼と呼ぶようになったそうです。16沼は現在も存在しており、周辺は運動公園として整備されている。その名の由来に、乙女の悲しい話があることを覚えておいてもらいたいんだぜ。ほんと、まさかこんな悲しい由来があるなんて。もしかすると、青森県にある13個でも、弱い13の乙女が命を落としたお話があるのやも？すごいな霊夢、よく13個を知っているな。そりゃそうだよ。私、13個のババ、呼んだことあるからね。霊夢よ、お前は一体何歳なんだ？いやん、私は花の乙女よ。今回のお話、終わったようね。完了なんだぜ。世の中、ひどい男がいることがいろいろわかりました。しかし、そんな男には、どう対処したらよいのやら？あら、簡単よ。あなた、私、コンサートに行くのにお金が必要なんだけど。へ？いや、急に言われても、そんな。黙りなさい。ひ？今すぐ工面してきなさい。でないと。ごくり。あなたの年齢が名称についた池が一つ、出来上がるわよ。すぐに工面させていただきます。と、きちんと調教すればよいわけよ。なるほど。さ、参考になる。かな？うふふふ。皆様、最後のお話は全くのフィクションですことよ。ではでは、次回もまた、すずめのお宿の動画、お楽しみくださいませ。